にちは、ちゃっちゃです。今回はモンスターハンタークロスで弓を装備するときに火力の出るスキルの順位についてお話をさせていただきたいなと思います。これね、モンスターや装備する弓とか立ち回りによって様々ですっていう答えは正解なんですよ。なんですけど、まあ、それを前提に汎用装備につけるべきスキルは何か、どれが火力が出るかっていうお話させていただきます。なんで今回そのいわゆるキノコ大好きとかランナーとかそういうのは省いてお話をさせていただきたいなと思います。モンスターハンタークロス、一強と呼ばれる弓があります。その名も勇猛と巧妙の整列弓。名前からして凄そうですよね。これテオテスカドルの弓なんですけど、攻撃力が230、爆破属性が30、ためレベル3で連射4、装填数アップで連射5まで伸びるっていう夢のような弓です。もう強い、もう強い、ほんとこれだけあればゴールみたいなとこあります。もちろんね、タイムアタックとかし始めたら別なんですけど、だいたいね、これ1本しょって武士道スタイルでえーいっつってたらどんなクエストでも問題なくソロでクリア可能です。可能です。絶対できます。という弓があるんですよ。もう卑怯ですよね。なのでこの弓でどのスキルが火力出るかっていう話をさせていただきたいなと思います。まあ、一般的にこの弓によく採用されがちな火力スキルは、5つ6つぐらいあるんですけど、まあ、1つ目が通常弾連射アップ。これがね、連射の威力が 1.1 倍になります。で、装填数アップ。これ、増弾のピース一つで発動するお手軽スキルなんですけど、ためレベルが4まで解放します。で、三つ目が弱点特攻。モンスターの弱点を攻撃すると当たるダメージが増加します。本作では、会心率プラス 50% になるので、要するにダメージが 1.5 倍になります。弱点っていうのは肉質45以上のことを指します。例えばジンオが前足肉質30ですね。で、頭は70なんで、頭に打つと、まあ、攻撃力 1.5 倍になるっていうようなスキルです。で、4つ目が変速射撃。これ号車や曲車の攻撃力が 1.2 倍になります。で、フルチャージ、5個目がフルチャージ。これがね、攻撃力がプラス20になります。これ足し算ですので、ざっくり、ふわっと言うと、230の目が250で計算されるんだな、みたいな。ちょっと武器倍率とかそういうのは置いといて、まあ、そういう感じなんだなって、ふーんって思っといてください。集中。集中っていうのは、弓を貯める時間が短くなるスキルです。あ、7つ目あった。7つ目、挑戦者プラス2だ。これ、モンスターが起こってる時に、攻撃力プラス25、会心 20% になります。まあ、火事場を避ければ大体、すごり強みで採用される火力スキルはこのぐらいだと思うんですよね。それでですね、例えば、一般的なモンスター。ジンオウガとか、ギガレックスとか、リオレグス、リオレイヤーとか、そういうね、一般的なモンスターに、行くとき、運用するときは、今話した連射アップ、装填スワップ、弱点特攻、変速射撃、フルチャージ、集中、挑戦者、プラス2の中で、どのスキルを優先すべきだと思いますか？ん？連射アップ？違いますね。装填スワップ？違います。正解は、弱点特攻です。圧倒的2位を3馬身4馬身離して圧倒的に弱点特攻です。なぜか。なぜかと言いますと、連射やレベル3は放てれる4本の矢を肉質45の部分に全矢入れやすいからですね。わかりました？わかんないかな。拡散矢、連射矢っていろいろこう、矢の種類があるんですね。どういったものかって言ったら、連射矢って言ったら、こう、まとまった束が、パッて出るんですよ。矢で。まとまって、一点集中で出るんですよ。拡散矢は、扇形に矢が出るんですよ。なので、拡散矢だったら、例えば、ジンオウガとかの小顔に、
入っても矢は2本とか3本じゃないですかね。でも連射矢だったら全弾弱点に叩き込むことができるんです。なんで連射矢といえば弱点特攻みたいなところあるんですね。なのでこれ必ず採用してください。この単純計算230の 1.5 倍なんで345になるんですね。つまりプラス115ですよ。115もう強いこれね。いやでも全然弱点とか入れられないし毎回入れられないよって人もね、これね3発に1発しか弱点に入れられなくてもプラス38になるんで 1.1 倍以上なんですよ。だから3回に1回弱点に入れられるかもしれないだったらもう絶対に弱点とこうつけていった方が間違いがないです。続きまして優先するべきスキルが、まあ、通常連射アップ。単純に 1.1 倍なんで、まあ、230+23で253ぐらいになります。強いです。でここでようやっと集中がきます。なぜかモンハン 4G までだったら集中は弱毒の次に必須でした。そう、モンハンクロスには武士道スタイルという禁断のスタイルがあるんです。ジャスト回避するとため短縮どころかマックスまでこう一気に溜まりますからね。なので優先順位はグッと落ちましたが、それでも歩き行き運用を考えると、まあ、このぐらいのここぐらいの優先順位の火力は出ます。続きましてフルチャージ、ダメージ食らわなきゃ攻撃量がプラス20です。もう強い、もうそれだけ強い。で、よくね、フルチャージより装填数アップの方がいいんじゃないのみたいな人もね、いらっしゃるんですよ。いいんですよ、別にもう装填数アップだったらこう、ピアスつけるだけでいいんで、ほんと楽だから、採用しても全然いいんですけど、その時の説明が、連射やレベル4がレベル5になるから、強いじゃんみたいな、ことを言う人がいるんですよ。違う、そこは違う。なんで装填数アップの装備をつけたら強いかっていうと、ため短縮レベルが上がるからなんですよ。ため短縮レベルが3だと 1.5 倍なんです。攻撃力が通常ね3で打つんですけど、これが4になると 1.7 倍になるんで、まあもちろん貯める時間が長くなるっていうデメリットもあるんですが、 1.7 倍になるんで強いっていう話なんです。レベル4とレベル5は、連射やレベル4とレベル5はほとんどね、強さ変わんないんですよ。連射やのレベルと放たれる矢の本数の1本あたりのダメージなんですけど、連射やレベル1、放たれる矢の本数1本でダメージが12あるんです。1本でダメージが12。で、連射や2、放たれる矢の本数2本でダメージが12+4で16。1本目は12だけど、2本目が4なんですよ。少なくないですか？ね。で、こうやってやっていくと、連射レベル4で放たれる矢の本数は4本。で、ダメージが12+4+3+2で21なんですよ。で、連射レベル5は放たれる本数、これも変わらず4。何が変わるかっていうと、12+4+3+3で22。ダメージね、1しか変わんないんです。1しか。1しか変わんないんで、正直そんなに強くないんですよ。でね、溜めた率さっき 1.7 倍になるって言ったじゃないですか。ただね、ここでね、DPS、時間あたりのダメージ量のお話をさせていただきます。実はね、ためにとためさんは、DPS 同等なんですよ。ただ、瓶の消費が少ないからためさんを運用するとか、そういうのはあるんですけど、まあ、そこは置いといて、ため4は DPS がかなり低いです。集中ついた状態でさえも、ためさんが 3.62 秒、ためは 4.42 秒なんで、計算したらこれは明らかにためさんの方が攻撃の火力が出ます。ジャスト回避あるじゃん。ジャスト回避いいですよ。ジャスト回避してその後に、クリティカル距離で弱点に確実に入れられるぜみたいな、そんなプロ派の方はね、ぜひ装填数アップでいいと思うんですけど、あのね、大体難しい。ジオガとかの攻撃をジャスト回避した後に頭に間違いなく入れられるって、多分そのボールを投げてる時くらいかなーとか、ナルが来るかなったらワンチャン、いやでもなー、歩き受けの方が DPS 出るしなとか、そういう話になってくるので、まああんまり美味しくないんですよね。
特にね、矢の本数、せっかく、ため短縮3で慣れてたのに、ため短縮4になって、タイミングがずれるっていう方がマイナスなので、あんまりおすすめはできないです。おすすめはできないですけど、フルチャージよりは楽です。間違いなく楽です。そこは保証します。次、挑戦者プラス2。これね、あんまりね、今作は良くないですね。例えば、モンハントライ G とかのジュジュブラキレベル2狩りっぱなしのモンスターがいれば、まあ、採用してもいいかなー、でもなー、みたいなレベルなんですけど、まあ、モンハンダブルクロスで強い武器が出て、開始の重要度が上がれば、また、話はね、変わってくるんじゃないかなと思いますね。一応ご紹介だけしときました。で、変速射撃ですね。後射が 1.2 倍。まあ、通常の、撃った後に必ず撃ってもたった 1.1 倍にしかならないし、実際はそんなに撃たないと思うんで、採用率はかなり低いです。まあ、以上が採用率順番でした。いかがでしょうか？目から鱗した方も、いや、そんなの知ってるよ、みたいな人もね、いらっしゃると思います。肉質45内的に弓で行くわけないでしょ、みたいな人もいますけど、いいんですよ。そういう人はね、弱毒取ってね、火力大とかで、攻撃アップ大とかで行けばいいと思うので、まあ、それでもいいです。ただ、こう、私が言いたかったのは、今回私が何を一番言いたかったのかっていうと、装填数アップは、連射やレベル4が5になったから強いのではなく、ための倍率的に 1.5 が 1.7 になったから強い。けど、時間あたりのダメージ量は少ないんだっていうことだけ言いたかったです。では今回は以上です。もしね、まだわからないっていうことあれば、コメントで、わかりにくかったとかいうのあればコメントで教えていただければ、できる限りまた次のね、解説動画に、紹介させていただきたいなと思いますので、よかったら皆さん、高評価、チャンネル登録、コメントの方、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。またねー。バイバーイ。